きげんよう、カラスマアリスです。これまで過去の動画で様々なパニエの価格やボリュームなどについて比較してきました。その他にも、ロリータ服のスカートはパニエのボリュームによって丈感が変わるので注意しましょう、といった内容も発信しております。今回は今まで比較してきた1万円以下のパニエでスカート丈がどれくらい変わるのか、ということを徹底検証していこうと思います。このチャンネルでは元ロリータ販売員の私がロリータファッションに関して情報発信をしています。ファッションビギナーさんにも分かりやすく解説しているので、ぜひ最後までお付き合いください。まずは膝丈のパニエから比較していきましょう。こちらのスカートのパニエを履かせていない丈からパニエを足した後と比べてマイナス何センチになるのかを検証します。パニエってボリュームがあって何枚も着脱させるのが結構大変だったんですが、ロリータ事業の皆さんのために頑張りました。数字はおおよそですが目安としてご覧いただければ幸いです。まずはキャサリンコテージさんとアトリエ服さんから超プチプラなパニエ、キャサリンのソフトパニエでマイナス2センチ、ボリュームアップパニエでマイナス 2.5 センチ、アトリエ服さんのパニエがマイナス3センチでした。まだ初心者で最初からあまりボリュームを盛るのは不安という方はこのあたりのパニエがおすすめですよ。お次は5000円前後のパニエ、マキシマムさんのマカロンパニエでマイナス 3.5 センチ、ワンダーウェルトさんのパニエでマイナス5センチ、アンドロミオさんの超ボリュームパニエはマイナス 6.5 センチでした。1枚でたっぷり膨らむパニエがお好みの方は、このあたりのパニエがおすすめですね。お次はもう少し長めのミディ丈のパニエの比較です。パニエの丈が長くなるので、お洋服もこちらのものにチェンジして比較します。アトリエ服さんのフリルいっぱいパニエ60センチはマイナス3センチ。キャサリンコテージさんのゴージャスパニエがマイナス4センチ。ワンダーウェルトさんのオリジナルふわふわロングパニエがマイナス6センチでした。長めのスカートをたっぷりと膨らませたい方は、ワンダーウェルトさんのパニエがおすすめ。控えめでいいよーっていう人は、アトリエ服さんのパニエで十分だと思います。おまけとして、島村から出た、青木美佐子さんコラボのリバーシブルスカート。こちらは簡易パニエとしても使えて、丈感はマイナス2センチでした。こちらのリバーシブルスカートのボリュームについては、過去のショート動画でもアップしています。気になる人はチェックしてね。まだロリータ服を着たことがない初心者さんで、ショップが近くにない場合など、通販でお洋服とパニエを購入する際、一番検討がつかないのがパニエを履いた時のお洋服の丈感だと思います。スカートの丈感の変化は、パニエを履かせるお洋服の素材や重さによって多少異なるとは思います。ですが、手持ちのスカートやワンピースでちょうどいい丈感から、だいたいプラス何センチくらいを目安にお洋服を選べばいいのかという指標として、この動画をお役立ていただければ幸いです。それぞれのパニエの詳しい情報や、ボリューム感やシルエットの比較、もう少し上の価格帯の機能性の高いパニエについては、過去の動画でも紹介しています。この動画と合わせてご視聴いただければ幸いです。また今後も、機能的なパニエを入手次第、このチャンネルの動画でご紹介する予定ですので、お楽しみに。このチャンネルでは、ロリータファッションに興味のある方に向けた、わかりやすい解説動画を更新しています。この動画を気に入っていただけた方は、チャンネル登録、高評価をお忘れなく。以上、カラスマアリスがお伝えいたしました。